何が起こってるんだ。一体何が起こったんだ。あれはお父さんの貸し小屋。さくらの。見てください、清十郎さん。何？デートか。だけどこんなこと。もしかしてここ。うん、今は。過去のデート。間違いありません。これは過去の私の家。そしてこのデートの戦いの激しさは、もしかして高魔大戦の時なんじゃ。高魔大戦、つまり10年前か。そんなバカな。あれを見てください。桜の木。はい、コウマ。ということはゲントが接近した影響。コウマ大戦時のデート。桜、動くのは危険だ。戻れ。お母さんが、お母さんが。本当に、さくら、あなた何を言ってるの。お母さん、お母さん、会いたかったよ、お母さん。ひなたさん。あなたはまさか清十郎くん。それじゃ本当に。そうだよ、さくら。さくら、でもどうしてこんな奇跡に。俺にも分かりません。ゲントとテイトが接近した影響だとは。ゲント、そう、そうよ。俺には言えません。どうして。ううん、大丈夫。ほら、これは全部お母さんの。そう、てけ、よかったわ。私の命はちゃん。はい。よくないよ。さくら、てけを作っちゃダメだよ。お母さん死んじゃうんだよ。ほら、私大きくなったでしょ。私と。ごめんね。でも私は命を懸ける。お母さん。私はね、なんてちょっと綺麗すぎるかな。私の。いつかあなたに子供ができたと。あなたを守るためだったら絶対に子供の未来を諦めたり。お母さん。私は今ここで。あなたはあなたの世界でなす。しっかりしなさい。その気持ちを裏に。あなたはその人たちのために。うん、わかっ。やれやれ、本当に泣き虫なんだから。さくらと共に。私も。お母さんが私にくれた未来を。ええ、最後の時に大きくなった。お母さん、綺麗になったわね。さ、お母さん。さくら、私、そして人生を。うん、私天国のお母さんに。だから。Thank you.
の時の。お姉ちゃん、さくらさんっていうの？そうよ。私も同じ名前なんだ。助けてくれてありがとう。かっこよかったよ。ありがとう。あなたがそう思ってくれるから今の私がいる。その気持ち絶対に忘れないでね。うん。さくら、早くオウムに乗るんだ。もうこの空間は持たないぞ。はい。ついにゲント復活の時、コーマ王様、ようやくお会いできますぜ。滅びよ帝都よ、世界よ。未来を諦めない。貴様の野望はここまでだ。何がおかしい。すでに我が野望は成就しておる。ゲントはその姿を見せている。コーマ王様、我に世界を滅ぼす力を。最後の戦いだ。帝国歌劇団花組、出撃せよ。了解。